こんにちは、萩です。今回はこちら、タイトルにある通りですね、日本選手権5000メートルの優勝予想をズバリしていこうというふうに思っております。具体的には1位から4位までの順位予想をね、していこうというふうに思っているんですが、まあいよいよ今月末ですね、6月28日新潟県で日本選手権5000メートルが開催されます。で、この週はね、超激アツなんです。6月の23日日曜日に全日本大学駅伝関東地区予選会が行われます。それの5日後かな、6月28日に新潟県でね、日本選手権5000メートルが行われるんですが、これね、大学生組で両方エントリーしている選手がいたりするんですよ。まあ東海大学の花岡選手もそうなんですが、まあそういった大学生がまあどっちに出場するのか、まあ両方出場することは決して無理ではないと思いますし、まあ大学生からするとまあどっちが大事かってことを考えると、やっぱ全日本大学駅伝のね、関東地区予選会の方が重要度がちょっと高い。さらに、まあ最近に行われるっていうことで、まあおそらく東海大学の花岡選手は、地区予選会出ると思います。まあその5日後ですね、まあどれだけ疲労が抜けるかどうか、決してね、スケジュール的には無理ではないと思うんですが、相当体にね、負荷がかかったりすると思うので、まあそういった選手たちがね、まあどうしていくのかね、まあ見どころなんですが、まあ今現状でね、日本選手権5000メートルエントリーリストなんですが、確定版はまだ出ていませんでした。で、以前、一本ですね、動画を撮った時に、まあ、暫定版ということで、まあ、ターゲットナンバーの30までの、一応ね、メンバーの暫定版というものは出ていました。で、僕もさっき確認したところ、まだね、確定版ではなく、まあ、暫定版ということだったので、まあ、ここからね、怪我の影響とか、もしくは体調不良等で、まあ、メンバー数人がね、こう、コロッとね、変わってくる可能性があるんですが、まあ、今ね、わかる範囲でね、まあ、今回順位予想ね、していこうかなというふうに思っております。いやー、新しい。今年もですね、まあ、激戦日本選手権ね、1万メートルね、以前開催されましたが、まあ、それ以上にね、5000メートルでもね、まあ盛り上がると思いますし、5000メートルってもうあっという間に終わっちゃいます。まあ1万メートルってね、最初ちょっとスローペースで入ったりとか、まあ駆け引きね、後半になってくると思うんですが、5000メートルはもう最初のね、まあ1キロからかなりハイペースでいきますんで、まあ見どころ満載ね、大会ということになります。で、細かい話はね、まあ以前投稿していますんで、今回はもう順予想ね、まあズバリしようというふうに思っております。早速行きましょう。今回第108回かな。まあ、日本選手権。まあ、5000メートル1位からね、まあ、4位予想していきたいんですが、まず4位からね、まあ、順番に予想していこうと思っております。まず4位をね、予想していきたいなというふうに思うんですが、僕の予想、こちらにしました。はい。鈴木芽吹選手を4位予想にしました。で、これ4位予想にした理由、もしくはこの4位に入りそうな選手ってば、どんな選手かなって考えたときに、めちゃくちゃまず強い。強くて、かなりのハイペース、速いペースで長く引っ張れる。だけども、ラストスパートのキレが若干物足りない選手が、まあ3、4、5位あたりぐらいに入ってくるんじゃないかなというふうに思うんです。で、日本選手権ね、やっぱりラスト1周鐘が鳴ってからの、まあ、勝負ってところもあるわけですよね。で、おそらく今年もスローペースではなく、ハイペースになると思います。思いますが、まあそれでもやっぱ3000から4000ぐらいまでちょっとね、まあ牽制して、まあ体力をちょっと温存して、ラスト1周でドカンっていく風に流れになると思います。まあそうなってくると、やっぱラスト1周のキレ、まあ、400メートルを60秒切ってこれるかどうかってことを考えると、まあ1、2、3位に入る選手は、まあ、スパートのキレがある選手だけども、4位、5位に入るっていうのはそこまでつけるけども、ラスト1周でちょっと剥がされるというような感じな仕方が選手がね、まあ4、5位に入ってくるんじゃないかなと思います。そう考えると、まあ誰かなって考えると、鈴木芽吹選手がね、まあドンズバで当てはまるかなというふうに思います。で、鈴木芽吹選手はね、超安定してめちゃくちゃ強いんです。まあどんなレースでも上位の方に入ってくる。まあ、日本選手権ね、1万メートルのね、結果良かったんですが、まあ、デメリットっていうか弱点で言うと、ラストのキレっていうところで言うと、やっぱり日本のね、トップ選手と比較すると、まあ、ちょっと物足りなさをね、あるわけです。まあ、1500メートルとかのスプリンターの選手に比べると、やっぱラスト1周でちょっと剥がされるような、イメージがあります。ただ、ラスト1周までは絶対いるんです。だから強いんですよ。どんな状況、どんな状態でもラストの最後まだいるんです。いるんですが、ラスト1周でちょっと剥がされるというような感じです。で、鈴木芽吹選手はまだ若いんでね、これから将来性があるので、まあ、どんどん強くなって、まあ、鈴木芽吹選手が優勝するためには、もう最初から、まあ、ドカンと言って、もう実力の差を見せつける。もうハイペースで言って、誰もそこにつけないぐらい強くなってくれば、まあ、優勝が見えてくると思うんですが、まあ、今現状で言うと、持ちタイムも含めて、やっぱトントンぐらいなわけですよ。まあ優勝する可能性もあると思うんですが、ラスト逃げ切る力はまだちょっとないかなということで、僕はね、まあ4位予想をさせてもらいました。ただね、ラストまでいると思います。ラスト800メートルぐらいまでは必ずいると。ラスト600メートルぐらいまではいるんじゃないかなと。そこからラスト1周でちょっとグッと引き離せるかなというふうに予想をしました。これが4位ですね、鈴木芽吹選手。そして、
第3予想していきたいと思います。こちら塩尻選手をね、3予想にしました。で、塩尻選手も考え方としては、鈴木芽吹選手と同じような考え方です。ただ、塩尻選手って、まあ、ラストも強いっちゃ強いんですよ。強いんですが、スプリントがもうトップ選手の方ではないので、同じ感じでちょっと引き剥がすような感じ。で、塩尻選手の場合は、鈴木芽吹選手と比較すると、まあ、自力って部分がちょっと僕は高いと思ってます。なので、最初からハイペースで逃げ切れる可能性があります。13分10秒とか13分15秒ぐらいのハイペースで行くと、そもそもそこにつける選手ってもう限られてくるわけですね。それができるのが、まあ、塩尻選手だと思うので、まあそれをやってくるかどうか。ただまあ現状の調子で言うと、日本選手権1万メートルの体調とか考えると、あまりね上がってきてないような感じがします。で、塩尻選手が絶好調であれば、最初からもうドカーンと逃げ切って、誰もつかすことなく逃げ切る可能性があると思うんですが、そこまでピークがね、まあ持ってこれてないかなというふうに思う。さらに5000メートルなので、やっぱハイペースになったとしても、やっぱ3000メートルぐらいはどんな選手もこうガッとこうついてくると思うので、最初から逃げ切れることは難しそう。まあ1万メートルの場合だと、まあ最初から逃げ切れるいう可能性ねあるかなと思うんですが、5000メートルだと、まあ最初からガンガン行かないような感じ。ただ途中でね、まあ得意のね、ロングスパートをかけて人数を絞っていく。なので鈴木芽吹選手同様、最後の最後までいると思うんですが、ラストでちょっと引き剥がされるかなというような感じですね。まあ流れとしては鈴木芽吹選手と同じような感じ。ただ自力の部分で、強いっていうのと、まあ去年のね、まあ覇者ということもあります。まあ5000メートルの勝ち方も知ってますし、まあ5000メートル直近のレースでね、比較的ね、まあ良かったりするのでね、まあ5000メートルね、まあ結果が残せそうかなということで、まあ3予想、塩尻選手をしました。はい、ここからですよね。ここから1、2どうなのかっていうところなんですが、もしかしたらちょっと意外かもしれません。皆さんが予想しているのは多分あの選手だというふうに思うんですが、僕の2位予想は遠藤日向選手を2位予想しました。おそらくですが、誰もが遠藤日向選手が優勝するという予想をしているんじゃないかなというふうに思います。今、まあ国内の5000メートル、まあ持ちタイムもそうですし、直近の結果、まあ調子を考えると、まあズバ抜けて強いというふうに思っています。まあ怪我明けであんだけの記録を走ってきて、まあそこから瀕死が立っておそらく状態もう一回上がってきてるってことを考えると、まあ自己ベスト更新、もしくは5000メートル日本記録をね、さらに更新することも十分可能だと思うぐらい、今絶好好調なんじゃないかなと思ってます。で、過去にはね、日本選手権優勝経験もありますから、速さもあるし強さもあって、勝ち方を分かっている。そして遠藤日向選手はラストのスパートのキレがえげつないわけですよね。で、遠藤日向選手に勝つにはラスト一周でもう疲れてたらもうダメなんですよ。ラスト一周に遠藤選手がいったら、もうラスト一周ってもう別腹、もう60秒どころか55秒56秒ぐらいで上がれちゃう選手なんですよね。なので、まあ遠藤日向選手に勝つにはさらにハイペース、遠藤選手がつけないぐらいのハイペースで行って、もうラスト一周の時にはもう5秒ぐらい差をつけて用意ドンじゃないと、多分なかなかね、今の遠藤日向選手にはかなわない。だけど遠藤日向選手って今とにかく調子がいいので、それまでに、ラスト一周までに遠藤選手を引き剥がせる選手がいるかっていうと、まあなかなかいないってことを考えると、ダントツ優勝候補だと思うんですが、僕はね2位予想にしました。それよりも今調子が良く、キレもある、強くて引っ張れて、ラストのキレもある選手、優勝予想しました。それがね、こちら、伊藤選手にしました。はい。これね、実は皆さん、佐藤圭太選手入ってないじゃんっていう風に思ってる方多いと思うんです。で、僕の予想だと、佐藤圭太選手ね、今回ね、欠場するんじゃないかなって僕は見ています。で、まあ現状ね、暫定版の中には名前が残っているんですが、おそらくね、出場してこないんじゃないかなと思うんですよね。で、僕が聞いた話で言うと、今ね、練習ね、参加、チームでね、練習をしてないっていうような話を聞きました。これね、わかんないんですよ。あくまでも情報ですし、噂なので、わかりないし、秘密特訓をしてる可能性があります。どっかでね、こそってね、練習してる可能性もあると思うんですが、まあ今現状で言うと、チーム練習には参加してない、まあ怪我の影響がね、まあしてるってことを聞いているので、まあその状態でね、まあ無理に走らせてもってことを考えると、今回日本選手権5000メートルね、佐藤圭太選手ね、パスするんじゃないかなと思ってます。まあ出場したとしても、直近ね、練習がそんなできてなさそうなので、まあ優勝の
の方にね入ってこないんじゃないかなって僕は思っています。まあそんな中、今回優勝予想したのはね、本当ね、まあ伊藤達彦選手を予想しました。これね、意外なのかな、意外と思われるかもしれないんですが、僕はね全然もう、いや、ダントツ優勝するんじゃないかなってぐらい今の伊藤選手は止められないんじゃないかなと思ってます。で、伊藤選手ってまあさっき言ったように速いスピードを長く引っ張れる選手で、ラストのスパート切れどうなのって皆さん思われがちなんですが、実は伊藤選手ってラスト超強いんですよ。まあスパートのキレがある。で、ランニングフォーム的に、走り方的に、やっぱ遠藤日向選手ってもう飛ぶように走るから、めちゃくちゃスピードが出てるような感じするじゃないですか。で、伊藤選手って一歩一歩結構スライドが大きくて、まあ長距離、どちらかというとまあ中距離選手っていうか、まあ長く走るまあ長距離選手なので、まあ意外にスピードが出てなさそうかなって見えがちなんですが、めちゃくちゃラスト強いんです。で、その証拠というか今の調子も含めてそうなんですが、6月ね上旬、8日からに、東海大記録会1500メートルに出場してるんです。その時の映像を見て、うわ、これは絶好調だなと思いました。伊藤選手、1500メートルに東海大記録会出ているんです。で、その時、3分40秒で走ってるんです。何度も、何度もこのギアを切り替えていて。で、僕、まあ、その映像ね、動画で見させてもらったんですが、走り方で言うと、やっぱね、中距離の走り方ではないんですよね。もう最初から、もう、フルスロットルで回してる感じ。1500メートルなのに、もう最初の100メートル、もう全力ダッシュみたいな感じ。だけど、全力ダッシュを1500メートル引っ張れるっていうような選手なんですよ。まあ、絶対的なダッシュのスピード、100メートルダッシュとかで言うと、そこまで速くないかもしれないんですが、100メートルダッシュを1500メートル引っ張れる謎の選手なんですよね。なんで、ランニングフォーム的にも、もう目いっぱいこう振り絞ってる感じなんですが、結局そのまま行っちゃったんですよね。で、ラスト1周自ら仕掛けて、ラスト200メートルもう1段階絞り出してギアを上げて3分40秒。で、これ長距離選手として5000メートルとか、まあ、1万メートル、ハーフマラソンとかで戦っていく選手の中で、1500メートル3分40秒ピョンと走っちゃうのはむちゃくちゃ強いと思います。で、さらに伊藤選手の真骨頂って、速いペースで引っ張れるのが真骨頂じゃないですか。辛くなっても、きつくなって、もう無理だろっていうとこから、もうペースを上げられるのが伊藤選手なわけですよ。なので、まあ、5000メートルで言うと、4000メートルとか4600メートルぐらいまでは間違いなくつけると思います。さらに、こう最近磨いた1500メートルのラストのキレを考えると、ラスト一周、遠藤日向選手にも勝ち切る可能性がある。さらに言うと、遠藤日向選手、さっき言ったように、ラスト1周までに引き剥がしたいわけですよね。で、伊藤選手の場合はロングスパートもかけられるので、ラスト1000メートルぐらいでドカンと行けば、遠藤選手はやっぱ悩むと思うんですね。行くかどうか。で、戦略的に遠藤選手って、やっぱラスト400メートルに相当自信がある。で、ラスト1000メートルには行きたくないってことを考えると、ラスト1キロメートルで、例えば伊藤選手がグンって仕掛けると、僕はね、遠藤選手、ちょっとね、間を空けるんじゃないかなと思うんです。様子見で。で、ラスト一周400メートルで、射程圏内のところぐらいまでギリギリで行って、ラスト400メートルで追っかけて抜くっていうことをシミュレーションしてるんじゃないかと思うんですが、伊藤選手、ラスト一周、僕、遠藤選手とほぼトントンで行くと思います。なので、射程圏内と思っていた距離が、伊藤選手にとっては逃げ切れる距離になるのかなということで、僕はね、勝手にシミュレーションします。なんで、今現状、スピードのキレ、速さを引っ張れる強さ、調子で言うと、伊藤選手がちょっとパーフェクトに強いかなと、僕は思っているので、日本選手権圧倒する可能性があるんじゃないかなと。いうふうに思っております。まあ何にせよですね、まあ伊藤選手もいるし、遠藤選手、塩尻選手、鈴木芽吹選手、それ以外にもね、まあ森凪也選手も調子いい中でね、まあ聞いています。持ち点もね、まあ素晴らしいですからね、そこら辺の戦い。そこにね、まあ大学生組、まあ鶴川選手とかもいますしね、まあ花岡選手とかもね、混じってくるとね、よりね、楽しみだなというふうに思いますんでね。6月28日にね、楽しみにしていきたいなというふうに思います。まあ最終的にね、まあこんな予想しました。まあ優勝予想、伊藤選手、2位遠藤日向選手、3位塩尻選手、4位スープリメブス選手をさせてもらいました。ぜひね、皆さんもね、まあ日本選手権6月28日、まあ10予想ね、コメント欄にね、書いてほしいなというふうに思います。